価値の再編っていうのが価値交換で行われているんじゃないかな。その本質的な価値を見出す部分、そのためのツールだと思っていて、本当の価値を表すという価値の移動です。交換することを通じて価値を与えるような工学。相対するプレイヤー同士が対話するための共通言語であったり、またはその、建築においてかもしれないんですけれども、価値の再編っていうのが価値交換で行われているんじゃないかなと思います。建てられた時に比べたら古くて使いようがないんだけれども、中身をちょっと新しくしてあげれば価値ってものが新しくなってっていうような再編ができるはずなんですね。そういった共通言語であったり再編の機会であったりだというふうに捉えております。私が考える価値交換というのは、その情報からその物事の本質的な価値というものをいかに見出していくか、その見出した価値をいかに社会に還元していくかという枠組みだと思っています。特に私が研究対象としているその深層学習ないし機械学習というのは、その本質的な価値を見出す部分、そのためのツールだと思っていて、特に私の研究だと、その数学の力を使ってそれをいかに効率的効果的に行っていくかということを目指して研究をしています。私の考える価値交換とは、それは取引の形で使い道がなかったものの本当の価値を表すという価値の移動です。交換できるものは本当の商品ではなくだけではなくて、研究者たちの技術を異世界に応用して研究の価値を示すことも重要な価値交換と思います。私が使いたい価値交換とは、より良い未来を作るための多種多様なアイデア創造です。そしてこの背景も文脈も、さまざまなアイデアの実現のためには中立的な基幹技術の発展が不可欠だろうと考えています。私は推理最適化理論の研究を通じて、自由にアイデアを発展できる未来を目指したいと考えています。私の考える価値交換工学は、身近であるこう価値のあんまりないと思われているようなものに交換することを通じて価値を与えるような工学の、新しい枠組みだと思っています。価値交換とは、経済のより個人に寄り添った捉え方だというふうに考えています。政府のような全体の調整役を想定するというよりは、個人それぞれの欲求をありのままに受け入れて、それを分析するというようなことが価値交換ではないかというふうに考えています。 So we try to analyze the structure of wood, and I hope that this can be used to to kind of measure the value of solid wood products, andhow on the kind of value exchange market or between consumers. People, by doing exchanging different things, we actually generate value from the action of exchanging, even though perceivedly nothing's really changed, out of things that I gave you. But to us, we have increased perceived value because we value something more than the thing that we gave away.